何何ペルシア語、ウルドゥー語、ウイグル語、ヒンドゥスターニー語、タミル語。英語は、インド、パキスタン、中央アジアのタジキスタン、中国新疆ウイグル自治区、ウズベキスタン、アフガニスタン、イラン、クルディスタンなどで食べられるパンである。語源はペルシア語。平たく大円型で、大きな草履のような独特の形をしていて、 ところどころポコポコ膨れているものが多い。インドのものは他国と異なり、二等辺三角形あるいはヘラ型をしている。パキスタンやウイグルのナンは丸いものが多い。ウイグルのギルデナンは中央に穴が開いており、形はベーグルとよく似ている。小麦こと塩、水、酵母を主材料とする。国によってはヨーグルト、牛乳、油脂、時には鶏卵、 少量の砂糖、スパイス類も入ることがある。自然種、小麦などに含まれる野生酵母菌を自然発酵させた種で発酵させた生地をヘラ型に伸ばしてタンドゥールと呼ばれる釜の内壁に貼り付けて焼いたもの。生成した小麦粉を使い、生地にヨーグルト、牛乳、ギー、少量の砂糖を加える。厳格な菜食主義者は、鶏卵は使用しない。ローティー。 パン類の総称の一種である。ナーンは、インド国外では、インド料理を代表するパンとしてよく知られているが、インドでは大きなタンドゥルを持つ家庭は少なく、精白した小麦粉で作る、ナーンは贅沢品である。ほとんどのインド人はナーンを、日常的に食べることはなく、北インド料理を出す高級料理店で供される程度で、あり、食文化の異なる南インドではまず供されない。 日常的に食べられるのはむしろ少しの燃料とタワー、鉄板があれば焼ける全粒粉のフラットブレッドの一種チャパティである。日本では南インド系の料理店も含めてカレーを食べる際に提供される。米飯との選択性あるいは両方を食べられる店が多く、何を好む客が過半数という調査結果もある。タンドゥールはネパールから輸入されるほか、 国内でも神田川石材商工、東京都千代田区が唯一製造している。同社はパンや器用の需要が減りつつあったため1968年昭和43年に単独の製造受け負いを始めた。当時の経営者が難がインド全域で一般的な料理と思って営業し、日本でインド料理店が新たに開業するにつれて難を出す店も増えた。記事に。 様々な食材を練り込んだり、チーズ、ニンニク、玉ねぎ、ジャガイモ、緑黄色野菜など、ピザ代とされたりと、種類も多様化している。最近では、ファミリーレストランや、学校給食、インド料理店以外のカレー専門店の中にもナンを提供する店が多くなった。このため、インド風のナンを焼くために小麦粉などを調整した、ナンミックス業務用の冷凍食品も流通している。 スーパーマーケットでも家庭用にあらかじめ焼いたナンが冷凍食品として売られている場合も多い。ウルドゥー語でナーンというローティーの一種。インドのナーンと同じようにタンドゥールの中で焼き、焼きたてはふんわりしている。形は丸いものが多く、ゾウリ型のものもある。煮込み料理、カレーをつけたり、すくったりしながら手で食べることが多い。ペルシア語ではナーン。 口語では、ヌーンと発音することもあるとは、パン類のほか、クッキーなどの菓子類をも指す単語である。例えば、揚げ菓子の一種トゥンパンジェレはナーン、パンジェレとも呼ばれる。主な種類は次の通り。ダリー語でも、ナーンは、パンのい。ウズベク語では、ノン、という。全粒語で作ることが多い。主な種類は次の通り。今はそれぞれ独立国となった。 旧ソ連の中央アジア5カ国、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギスタン、タジキスタン、トルクメニスタンでも、ナンは常食となっている。ウズベキスタンでは、サマルカンドのナンが伝統的に一番美味と言われ、サマルカンドのナンは5センチメートルくらいの厚みがあり、中央が深くくぼんでいる。くぼみに装飾を施す場合もある。固く焼き上がって、すぐ食べる時には、 中央のくぼみへバターを置いて多少溶かし、手で、難をちぎると同時に、バターもすくいながら食べるのが、一般的である。ウズベキスタンには難にまつわる、様々な逸話が伝わっており、兵士が出生する前に、難を壁に貼り付け、落ちてしまったら、不吉の前兆で、無事出生から帰ったら、難を壁から外して祝う。中国新疆ウイグル自治区などに住む、ウイグル人は、難難 中国語を主食の一つとして食べている。焼いて作るパンの総称であるが、生地を円盤状に伸ばし、ゲズネ、ゲスンと呼ばれる板を使って、トヌル、トナーと呼ばれるかまどの内側に貼り付けて焼くものが多い。インドやパキスタンのものと異なり、1センチメートル程度の厚みがあり、しっかりした硬い焼き上がりである。家庭の食卓の上に常時保管され、 基本的に茶やスープと共に食べる。硬くなりやすいため、割ってからこれらにつけて食べることも多い。ウイグルのナンは、中国各地の大都市のウイグル料理店や露天商が作って売っており、漢民族や海賊などにも消費されている。このためナンを表す漢字がある。主な種類は次の通り、ミャンマーのナンは、ナーンビャ、ナーンビャと呼ばれ、 しばしば紅茶やコーヒーと共に朝食として食べられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。